なるほど。よし。これが石流石だな。レイバースケで見たものと形が同じだ。こいつを持ち帰ればまずは一つ達成だ。そこまでだ、コソ泥よ。オルリック先生のお出ましか。噂を聞きつけて石流石を盗みに来たのか。だがこの石の価値を理解できぬ盗賊風情が手に入れてよいものではない。そうか、貴様、さてはバーラムの差し金だな。恩気でがましく口やかましい臆病なだけの男バーラム。石流石の献金をやめろやめろ、まったくうるさくてかなわん。バーラムめ、この石は絶対に渡さん。そうか、俺はその石の価値なんだ。どうでもいい。だが元の所有者がその石をご所有でね、悪いが返した。石流石は所有するにふさわしい知性と探求心を持つ者の手にこそあるべきだ。それがあんた自身というわけだ。そうだ、これは私の研究だ。誰にも邪魔はさせない。他の者は誰も信じていない。そういう物言いだな。ああ、その通りだ。それがどうした。他人を信じない。その気持ちだけは理解できるかな。分かった風な口を聞くな。そろそろ貴様と話すのにも飽きたわ。この場で片付けてくれる。さて、どうしようか。狂乱よ、巻き起これ。凍えるだ。出そうか。
それでは。狂乱よ、巻き起これ。なかなか考えがいがある。あ、光よ、ここに。私の番。火炎よ、焼き尽くせ。
それでは。火炎よ、焼き尽くせ。大切だ。いくよ。よろしくね。行きましょう。負けません。光、さてどうしようか。はっ、さあどうする。それでは。光、やっ、おお、市中活撃だ。たかがコソ泥にこの私が。こいつはいただいていく。さてボルダーホールに戻るとしよう。イースコードの言いなりというのも気に食うんだ。戻った。ティリオンさん、よくご無事で。こいつが赤龍石だな。確かに赤龍石で間違いございません。本当に何とお礼を言ったらよいか。お嬢様、テリオンは約束通りに取り戻してきただけです。それに戻ってきたのは赤龍石のみ。まだまだねぎらうには早いかと。ですがヒースコート、腕輪は外してあげてもよいのでは。余計な気遣いはやめてくれ。そんなつもりは。それにこの腕輪が外れれば俺が逃げ出すとは思わないのか。そうは思いません。何？物事を途中で投げ出すような方にテリオンさんは見えません。これだから苦労知らずのお嬢様は人を簡単に信じすぎだ。
よく覚えておけ。どれだけ信じようと、人は裏切る。裏切られてから泣いても遅いの。それは…お嬢様、そこまでです。テリオンの言う通り、腕はまだ外すべきではありません。わかりました。それで、次の流石はどこ？探りを入れておりましたが、ウェルスプリングにあるようです。ウェルスプリング、確かあの町では闇市が開かれていますからね。闇市ってことを知っている。裏影に関わるやつしか知らないやつだ。やはりこいつはただ者ではない。その闇市で緑流石らしき宝石が出品されている。そういう連絡がありました。わかった、すぐにでも取り戻してこよう。どうかお願いいたします、テリオンさん。見送りなら結構だ。あんたたちと馴れ合う趣味はない。ですが、しまわれましたね。良いのです、お嬢様。彼にも矜持というものがございます。矜持ですか。人から後ろ指を刺されようが、盗賊は盗みの技で生きるもの。その腕には誇りも自信も宿ります。しかし、私たちは彼を陥れた。そんな相手からの同情と気遣いは侮りと感じるのですよ。いや、そう感じるほどの矜持がなければこの役目にはふさわしくないのです。そうなのですか。誇り高い方なのですね。お嬢様。いえ、その、あの方が見せる寂しそうなお顔が気になって。まるであの頃の私のような。そうですか。先ほどはあのように言われてましたが、本当は